本動画は2023年秋のフクロモモンガショート動画のまとめになります。ただ昆虫食や闘病生活などは除きます。それ以外で反応の良かったショートを10本選びました。さて、何匹のフクロモモンガが登場したでしょうか。クイズというわけでもないですが、この日はたくさんの子に朝散歩中絡まれた日でした。すごく体の周りを絡まれています。私耳のあたりを舐めたり、肩や椅子から飛んでいく子、手元から近寄ってくる子、様々です。まあ自由気ままな子たちです。縄張り争いが強くて喧嘩する子もいますが、今外に出している子はみんな仲の良い子たちです。こうやってたくさんの子を出すと、お前見分けついているのって言われることありますが、さすがにわかりますよ。概要欄や再生リストからどの子が映っていたかチェックしてみてね。ゲレの工房。発情期の兄を持つ妹の気持ち。フクロモモンガはやはり動物なので、発情期の男の子とは一緒に生活できない妹、しばらくは隔離生活なのです。一匹用の狭めのケージなのでかなり不満そう。お腹の膨らみでわかるのですが、兄とは別の男の子との愛の子を妊娠中。フクロモモンガは妊娠している子でも気にせず交尾するので、こういう監視や隔離が必要なのです。しばらく不自由な生活だけど許してね。ゲレの工房。妻にもペロペロしてくれました。妻が私もフクロモモンガにペロペロしてもらいたいと言ってたので、肩の乗ってもらってペロペロしてもらいました。他のフクロモモンガ飼い主とかも聞いてみたのですが、男性の方がペロペロ舐められたりされやすいそうです。妻もたまには舐めてあげてね。ゲレの工房。まだ毛づくろいできない赤ちゃん、まだ頭につかまるのも苦手な赤ちゃん、妻の頭に乗せてみたのですが、必死によじ登ってます。私を見つけると逃げ、これからの成長期待かな。ゲレの工房。ジャンプできない子を上の方に乗せてみた。病気治療中の白いフクロモモンガ、病院帰りで狭いところに閉じ込めてたので、少し広いところとしていつものモニターの上に乗せてみました。固まるフクロモモンガ、この子はジャンプは苦手、いっぱい撫でさせてくれる私のわがままですけどね。早く元気になろうね。ゲレの工房。発情期にいつも入ってるよね。ケージの外にいるのは発情期に入った父親、白い子は母親、グリグリされている子は娘。父親は羨ましそうに張り付いています。普段は一緒に生活させているのですが、発情している子を母子と一緒に住まわせられないしね。ほら我慢して帰ろうね。ゲレの工房。かわいい威嚇。ゲレの工房。そろそろ発情期終わったかな。発情期が終わったかどうか怪しいお父ちゃん、お嫁さんや子供がいるケージに近寄って、ケージの外から水飲みアピール、娘が近寄ってきて甘えるアピール、ワンワンやシューシューの発情期特有の鳴き声はしなかったようなので、もう大丈夫のようですね。次の日から同じケージに入れてあげました。みんな仲良くね。ゲレの工房。ジコジコ言わなくなった子を
祖母に合わせると、以前の動画で赤子が「ジコジコ言わなくなった」と言いましたが、それはお父ちゃんの前でだけなのです。今はおばあちゃんを守るために必死。男の子しているね。女の子を守らないとね。ゲレの工房。私が朝散歩させられない日、おやつの争奪戦が始まります。朝散歩は私の体力と時間が2時間分かかるので、朝散歩ない日はおやつの日だって理解しているみたい。1匹分ずつ与えないと喧嘩が起きます。食べ始めるとおとなしくなるので厳禁なものです。別のケージの子にはすでにおやつプレゼント済み。ごめんね、おやつで許してね。ゲレの工房。以上で2023年秋のまとめ動画を終わります。また秋には闘病生活やコオロギ食べさせてみた動画も撮りましたので、そちらは概要欄などからご興味のある方はどうぞ。またね。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。それでは次の動画で会いましょう。またね。